んで、はい、ありがとうございました。タイガーゴームラン、今日は外まで並んだの。あ、君が出ちゃう、うん、入れんよ、おやつ向こうから回ってくれって言われたI'm not afraid to be alone.
質屋があるやん。質屋高山質屋、うん、あの道挟んで向こう側なんかすんげえなんか工事しようけど、あこに広場やったい、うん、で、ここがいきなりかかってさ、うん、何しようか全然わからん。へへへ、囲われとやろ、囲われと、うん、でっかいなんかこうなんていうかフレーンじゃないけどクレーンみたいな、何かチラッと見た感じ、なんか薄いがどうとかこうとかしか書いてあるね。で大雨降った時はこれ水溜める、うん、地下かなんかに、ね、うん、あー向こう側の道路が冠水する気やか、前か大雨降った時通行止めになっとったもんね。広島、そうそう、だから結局
11時半から12時半はお昼休みで空いてませんっていう張り紙がしてあったらしいよね。一回帰ろうかなと思ったけどとか言って、と思ったけどお昼ご飯を食べて、遠い遠い、それならここでもいいじゃんって思うや一手、そうそう、多分そうと思う。知らんかった体で行って戻るのがめんどくさかったっけみたいな、歩いて行ってきた。はあ、いや戻った方が近いんやん。いやよ歩くね。全然来るな。すごい。遠くなかったって言ったら、行きがけは遠く感じたけど帰りがけはすぐやったよ。すぐじゃないよね、どうかが。この後聞いたとこ、片面まで歩いたとって言って。ね、家から歩いてきたらって言ってくる。いや歩いてきよう。いやそれ知らんねん。もう会社で一回言っとけ、歩いてきて。あ、そうなん。あのほらコロナでバスで乗らんで歩いてきてってか言っとけ。歩いてきてって言われたけど今は？え？交通費は？交通費はもらえるよ。どうやろ？いや、それは会社の勝手やけ、やらないけど絶対に。歩いてきても？うん。え、うちなんか絶対くれんよ。歩いてきたら。ああ、だけど会社の都合で言っとうけ。うん。コロナで、あのほら、あ、なるほどね、乗ってくるとコロナになるかもしれんけって言って、うちなんか、あの、JR で来よった人なんか、うん、車で、車用車で、通勤させられるったんやん、させられるったんやん、うん、JR 乗ってきたらうちたこまるけって、うんうん、でしまいには車で来てくださいって言われて、うん、自分の、うん、だけ奥さんの車あったんやろ、で自分の車なかったらしいやん、うん、車買ったっちゅう、よっしゃ、どうしてねえ、買わんでいいやん、いやいや車ありませんでいいやん、うん、ねえ、今車で来る。だからバイクももう捨てたんやん。捨てたかとかさ。それは買わんでいいと思う。ねえ、そこまで無理する？出してくれるのは買いますけど。びっくりした。
今日朝方なんか外で太鼓のみたいな音がしたの。光線でなんか。